はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは、ドドンパチ大復活ということで、ドドンパチ大復活って何よ。これスイッチだけなんだよね。これなんでだろう。これあれか、いつものスーパーデラックスゲームっすか。なんかちょっと特殊なパッケージで出すとこですよね。これ通販になってるから、まあいいや。大往生したのに大復活。伝説の縦スクロール弾幕シューティングがゲームがパッケージ版で大復活。なんか説明が怪しいな。怪しいな。ゲーム内容の説明が怪しいな。これちょっと見るか。大往生したなどと誰が決めたかなのかって言われても、まあそれは知らんがな。はい、ということで、大往生したのに大復活、伝説の縦スクロール弾幕シューティングゲーム、初心者から上級者まで楽しめる弾幕シューティング、任天堂スイッチ、ドドンパチ大復活、パッケージでも大復活。ストーリールナポストでの 大規模な戦闘行為が集結して6年後。あ、ブラックデーベルも入ってるのか。月を拠点に拠点を置くドンパチ軍、ドンパチ隊、本部は、時空に、残る、微細な乱れを感知。ノービスモードもあるのね。探査の結果、それは、過去への大量の物質転送によるものと判明。ブラックレーベルアレンジもあるのね。決意の筐体で遊べるゲームモード。その行為に及んでいたのは、あろうことか6年前の戦いの末に暴走して廃棄されたはずのエレメントドール X 水であった。レバーエル大往生の機体で遊べるゲームモード。まだ過去の作品を知ってる人ほどいろいろと、あと、まあ、関連作品か。を知ってるほどいろいろとこう楽しみがあって、知らないとなんか新しいモードがある、新しい機体があるぐらいの喜びになるって感じかな。で、トレーニングモードがあると。過去に戻って歴史を書き換えようとするエクスイと、それを阻止せんとするドンパチ軍との戦いが2008年5月の日本を舞台に繰り広げられる。世界は再び戦火に包まれる。蜂の羽音は未だな、止まりはしないって言って、なんか説明を受けてもいまいちピンとこないんだけどな。うん、まあまあまあいいや。はい、ということで、爽快感あふれるバトルシステム、移動速度、いや、移動速度あふれるバトルシあふん移動速度あふれるな、いや、じゃあ爽快感、そう、まあ、移動速度はその下だ。爽快感あふれるなバトルシステム、どういうことだ。あふれるな、あふれちゃダメなのかな。まあいいや。移動速度やショットタイムにタイプに特徴がある3機種のうち1つを選んで出撃。ボムを使用し、画面全体への攻撃と同時に敵弾を打ち消すことができるオーソドックスなボムスタイル。ボムはほとんど撃ってないが、ショットパワーを任意に切り替えることができるパワースタイル。そしてその2つの強さを兼ね備えたストロングスタイル。機体とショットスタイルを自分の好みに合わせてセッティングが可能。さらに磁気のパワーアップと同時に敵弾を相殺するハイパーカウンターモード。敵のレーザーを打ち消すカウンターレーザーで戦いを有利に導こう。なんかテキストモードだけだといまいち入ってこないね。で、特徴。熟練度を問わず、あらゆるドドンパッチファンのために用意された8つのモード。多分このモードが多いよっていうのはまず売りなんだよね。で、初心者のために用意されたノービスモードと、家庭用専用に用意されたアレンジモード。敵弾を相殺するハイパーカウンターと敵のレーザーを押し返すカウンターレーザーにより広がる攻略性。元のゲームの攻略性がわかんないんだよな。2008年の東京舞台とした既視感のあるバトルフィールド、新しいシステムを採用したブラックレーベルを同時収録。縦置きモードで楽しめる画面設定オプション、という感じだそうです。なかなかにね。はい、これか。
ということで、初回生産限定特典がいろいろ入ってるんだ。まあ、で、永久封入特典が表裏ジャケット。あ、これはあれか、だから、初回版だけでっかいパッケージに、ケースに入ってくるけど、その後のバージョンは、ゲームソフトのパッケージそのままで中にビジュアルブックが入ってるんだけども、そのあれがリバーシブルパックジャケットになってるってことか。でジャンルが縦スクロール弾幕シューティングゲームで、プレイ人数が1から2人、対応言語は日本語と英語となっていますということですね、うん、なんかねこうちょっと前まではなんか PS4 とスイッチのマルチみたいな展開とかもよくあったけど、もうやっぱ商売的にはこうスイッチに絞ってやった方がこう多分ロスが少ないっていうか、痛手を負わないっていうか、なんかそういうことなのかなっていうふうにちょっと思ったのと、やっぱシューティングゲームでこの縦モードもやっぱスイッチの携帯モード縦にできるからやりやすいのかなと思ったり、いろいろねスイッチのスイッチなりのメリットっていうのはいろんなところで活動されてるんだな、活躍されてるんだなと、まあそんな感じに思いました。はい、税抜きだと4528円か、はあ、ってことだよね多分書いてあったっけ、まあいい、はい、税込みだと4980円ということになるようです。はい。ということでね、だから多分、すぐ買わないと、この豪華な紙パッケージ、これがないっていうことだと思うんでね、欲しい人はさっさと買った方がいいんじゃないかなというところです。はい。